ケモンスクール開校20周年で特別な課外授業に行くんだって。どこへですか？関東地方。じゃあ関東の炎ポケモンが、ラフレシアが、タッツーとシードラが、ユーコンが、大木の博士が。で、ポケモンじゃないじゃん。次回ポケットモンスターサン&ムーン、